今回緊急で動画を回しております。2024年3月2日土曜日、魚券です。今回魚券はプライベートで魚を買いに行ったんですけども、その魚屋さんがめちゃくちゃ楽しかったので、そこの代表に撮影許可をもらって緊急で撮影してきました。そのお魚屋さんの名前は孔明水産、こちらなんですけども豊田市にあるお店です。これね、インターネットで検索してもらうとわかるかと思いますが、 JA の一角に店を構えるお店となります。孔明水産、一回検索してみてください。そしてね、この孔明水産なんですけども、マジで楽しかった。とにかくね、その一言につきます。もちろんさばいてないお魚もいっぱい売っているんですけども、食べやすいようにさばいてある状態で売っているお魚もたくさんありました。そして魚種もね、かなりいろんなものがありました。すごくね、いろんな魚が買えて楽しいお店だと思います。あとはね、一色魚村みたいにいろいろなものが入っているチャンスボックス的なもの、こういったものもね、販売されておりました。いろんな魚が入って500円とかね、そういった価格帯で販売しておりましたので、興味がある方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。それではね、今日孔明水産の動画緊急で撮影してきましたので、皆さんこの後の動画をお楽しみください。それでは皆さん、孔明水産へ行ってらっしゃい。これですか？これね、今商品を撮影させてもらってるんですけど、許可いただいてこの YouTube に動画を投稿しようかと思って今撮影してます。 YouTube？ はい、 YouTube で、はい、アップします。どういったテーマの YouTube なんですか？一応メインとしては一色魚村っていう市場があるんですけど、そこの市場をメインに撮影させてもらって、それを毎週毎週発信させてもらってます。はい、今日なんでこちらに来るかな？今日は視聴者さんからの紹介で、こういったいいお店があるよってことで、まあ、話を伺って、まあ、来てみたっていうところで。どうですか？めちゃくちゃいいっす。すげえ、びっくりした驚いた。こんなにその街中でこれだけの魚が集まってて、でしかもちゃんと処理がしてあって、で値段が高くないんですよ、うん、で撮影してる側からしてもこれだけ魚種があると撮影してても楽しいそれぐらいです、うん、めちゃめちゃいいです。テンション上がりますね。すごい、やばいです、上がってますまあ代表の方に撮影ですかって言ってお願いしちゃったぐらいなんで、すごくいいですね。もう毎週来たいぐらいなんですけど、これが近くにある人はいいなって思います。うらやましい。すいません、お邪魔します。ああ、いいですよ、全然。めちゃめちゃいい。今、新物。でかい。1泊400円安いよね、やっぱり。2泊700円、うん、いいと思う。そう、この城もさ、もっと価値が上がっていいんだよ、本当は。めちゃめちゃうまい。ちょっと待って、アクエリとかあんまり見ないんだけど。ねえ、臭みがなくて美味しい。鮮度が良くないとやっぱ匂いが出てきちゃうので、ね、食べれるってことは鮮度がいいってことだ。これだけちゃんと処理してあって400円、500円で買えるなら骨なしとかもあるしね。これはね、ちょっと買いだな、うん、撮影終わって売れ残っとったら買うわ。まだいいよね、多分ね。これは食べたい。ここまでやってあれば天ぷらにするのも苦じゃないから、いいと思う。フグは今日は買わないかな。ニベの卵はね、
珍しいと思う。どうなんだ。いや、わかんない。でかい。一色系 YouTuber としては、ね、でもさ、一色もさ、やっぱ負けてられんと思うよ。いや、結構ね、すごいよ。ここまでちゃんとやってあるのはすごいと思う。あ、そうなんだ。いや、でも十分だと思う。かなりいいよ。相当いい。刺身用だもんね。あ、そうか、これでも食べるだけなのか。すごいね、これ。へー、フグ。フグもさ、こうやって刺身用になってたらさ、食べやすいもんね。違うな、一番最初よかったな。最初テイクワンだな。やっぱりな、ちょっとあれだな。よし、緊急で動画を回しております。